のサバアナス、このサバアナスを使ってなんじゃなんじゃナスのミートブレッドを作ろうかなと思ってこれでもなんか素揚げステーキ浅漬けにぴったり、特にとろける焼きナスがおすすめ。なんかグラタンにしてるかわからんけど、なんかもったいない気がするけどグラタンに、でもグラタンにします。あとこれあれやって、たった4粒の種から蘇った奇跡のナス。へえ、すごいな、こんな4粒の種から生き返蘇るって、いやーすごいわ、素晴らしいすごい話やな、4粒へえ蘇ったんやって。うん、でもねこれね大きいやつ、このナスめっちゃ大きいんや。でこの大きさを生かして、このナスを器にしてグラタンにしようかなと。これちょうど余分あるから、4人分の家族の晩御飯を作ります。いい。今回はたった4粒の種から蘇った佐渡原ナスを使って器ごと食べられるナスのミートグラタンを作ります。丸1、ナスの中身をえぐり出して器を作る。じゃあこのナス、これを半分に切って、ちょっと切れんけん横の揺れとくか、揺れとくか、これまず半分に切って、おわぁ、で、えらぐらないよ、ここつけたまんまね、つけとこ、つけとこ、で、これ切って、で、まず半分に切って、何してもいい、横でまずエビスみたいな顔して見てきよるわ、エビスみたいな顔して見てきよるわな。で、これ、中くり抜けるかな、これくり抜いて、これを器にしたいんだけど、お、いけそう、穴開くわ、このままいったら穴開くわ、お、いけよる、いけよる、ほんまいけるもんやな。で、この干し豚身もミートソースなんか入れたらトロトロで美味しいかな。おー、あんまいけるもんやな、もうおされたわ今。あんまり薄にしたらでも破れたり感じな、このぐらいの厚さはいるかな。で、ここにペンネとかミートソースを入れてチーズかけて焼いたらめっちゃ美味しいかな。じゃあ顔まで食べれるしね、なんか器丸々食べれるみたいな。1個目、これはこんなに移しといて、後で細かくっていうかサイコロぐらいに切ってミートソースの中に入れる。目つぶって寝ようのにかなんかブルブル言うのな、全部うまいことこうやって こそぎ出せてよかったわ、中身こんだけ。じゃあちょっと色変わったやんから、これは水につけてちょっとミートソースの入れまで置いとく。丸に、ナスの中身をサイコロ状に切る。じゃあこれまだ半分ぐらいか、これをちょっと細かくサイコロみたい、これ一回ちょっと水につけとった、アク抜くために。でもないとこんな感じだったら全然きれい、ナスに入りきらんぐらいできるよなこれ。ではグラタン皿でしたらいいかな。じゃあグラタン、あ、でこれあれしようかな、じゃがいものミートソースで、じゃがいものあれがね、じゃがいもとミートソースのグラタンみたいな、あれめっちゃ美味しい、なんかマザーの思い出の味らしくて、パパと初デートした時に喫茶店で食べた味らしいわ、それを作るために語るというマザー。これはね、ママがパパと初デートした時に初めて食べた、じゃ初デートで初めて食べたがこのミートグラタンやったんや、じゃがいものやつなんや、じゃがいものミートグラタンなんやとかっていつも語るんだ。じゃこれ入れたらミートソースを作っていく。丸さん、ミートソースを作る。ではここにまずはひき肉、これはもう牛と豚の合いびきでも豚だけど何でもいい、それでも何でもいい、今出てみます。ナスがこぼれだったら玉ねぎ、マッシュルーム炒めて、でちょっと炒まったらミートソース、
これいつもはあの何だよ、トマト缶入れて味付けしてとかするけど、おこれミートソース、ミートソースに一つまを加えた感じ。とはそのそれぐらい。このままあのペンネと和えてナスのあれにしてもいいけど、一応グラタンにしてもいいけど、やっぱちょっと具材を多くして一つま加えた方が美味しいから、こうやって炒めたのに入れて。いやミートソース余ってもさ、あの明日パスタして食べてもたりさ、他のことにジャガイモと和えたりさ、何でもできるから。あ、2つでもいけることはいけるな。どうしようかな、ちょっと味見してみよう。いや、やっぱもう1ついるよ、ミートソース3ついるよ。ほんまミートソースはあの一手間加えたのがめっちゃ美味しい。いつもパスタするときも、これ、このやつに、ひき肉、ひき肉炒めるともにこれを入れて、水を作ったり、ちょっとほんまに一手間加えた方が美味しくなる。今回はグラタンやから、具沢山にした。玉ねぎとか、マッシュルームとか入れて、具沢山にした。煮詰める。では、煮詰めとる間に、ペンネを焼こう。マリオン！ペンネを祝いで、ミートソースと和える。ミートソースを煮詰めてる間にペンネを描きます。これはもうサラダマカロニでも何でもいい。マカロニやったらね、4人分やからね。うん、全部いっとこうか。ほなほな、あのナスの中入れんでもグラタンでできるし、全部いっとこう。12分になります。12分。グラタンのあのマカロニは硬いの好きやないからな。パスタは硬いのとか好きやけど、グラタンのあの、ね、ペンネの硬いのは良いやつだ。で、シスター好みです。ほいやんも、ほいやんも、これぐらいだったらいいかな。じゃあこれをザルに上げていきます。よし、上げてきました。熱っ、出ました。じゃあこっちの鍋に戻して、いやほんまこっちのミートソースなら入れてもいいけど、ちょっと今回めっちゃ量ができたから、こっちでミートソース焼いていこうかなと思って、これをこのミートソースを足して。では全然ちょっと焼いとった方がね、美味しいかもしれないから、美味しいと思うから。ペンネと和えて、じゃこれをナスの器の中に入れていきます。丸ごーナスの器にペンネを入れてチーズを乗せる。じゃあこれナス、こうちょっとそこ水気拭いて、まず並べよう。水気拭いて並べて、おっきいけん、一つの鉄板に3つぐらいしか並ばないけど、これこう並べて、4ついけるかな、冷たいやついけるかな。2段で、2段やけん1回終わるもないよ。うん、いける。じゃあこれ置いて、ほんで持って、この上に、ここにこれを入れたんよ、このペンネを。めっちゃおもろいやん、これを並べて。おおおしょ、こんな感じ。炊飯器は何十分だ。続行しましょう。ピピーと、いやほんま炊飯器ってさ便利よな。意味わからん、急に話を変わるよ。ほんま炊飯器って便利やな。あんな硬い米をあんなふかふかなあんなにしてくれるんで最高や。炊飯器マニアになろうかしら。でこの上からちょっとミートソースかけとった方がいいよね、ちょっとずつ。じゃあこれ器まで食べれるんで、めっちゃええやん。そんなのやってみたかったんよ、器まで食べれる何々みたいな。ここにチーズ、チーズ、これで一気にもうカロリーマックスや。でもこれ脂肪分 30% カットや。 AV もできるカット。こんなんやったら何でも食べれるじゃん。これで1段目は OK。 横に上げてもう1段作ろう。いやー、もう1段作ろう。またこれ2段目、これまた水気を拭いたナス2、ナス
にペンよ。じゃあ、いやペンでまさかめっちゃ多いと思ったけどさ、ぴったしかもしれないよね、これぴったし問題よ。で、ここでソース入れて、ミートソースめっちゃ余るかと思ったけどさ、まさかもうあとこんだけないけど。ミートソース余らなかった問題。じゃあこうサクッと割れるよね。こうできた。1枚ずつ乗せると、ふんだんに。もうね。で、こう乗せまして、じゃあオーブンに入れていこうかな。いきまーす。丸六、オーブンで焼いていく。これ、オーブンで。2段で。何度で焼いたらいいんやろ。こんな初めてやけんな、これ。じゃあこれで、じゃあオーブン2段。お前だってブラダが230度とかで焼くもんね。これまず13分ぐらい、200度で13分、まずちきって約18分後。うわ、おいしそう。めっちゃこの最高の焼き具合やん、これ。おいしそう。ではこれ盛り付けよう。わー、おいしそう。バルなら盛り付ける。いやー、これぐらいいきたいんだ。お、いけるいける、お、いけるいける、こっちだ。やば、最高級やん。美味しそう。パセリを振りかけまして、美味しそう。パルメザンチーズかけようかな。ちょっとかけ回しとったわ。完成。実食。ちょっと場所は変わったけど、これ食べようかな。気象、ね、4つのタレから蘇った。うん、そうそうそう、